はい、皆さんこんにちは。211ワークスの春です。今日はですね、なんと GoPro 買っちゃいました。今更 GoPro って感じですけども、今回こちらに関してはレビューとかはいろんな人が上げてるんで、買ったアクセサリーとかですね、そちらの方を紹介していきたいと思います。はい、こちらが GoPro の本体になります。それとですね、今回購入したのが、GoPro 単体だと何もできないということで SD カードですね、こちら 128GB のものを購入しました。で、あと GoPro を保護するために GoPro フィルムの方も購入させていただきました。撮影に必要なのはこの3点くらいになるんですけども、あとですね、やっぱ GoPro を持ったりするためにですね、こちら購入しました。こちらね、 YouTube の方いろんなところを見ながら参考にさせていただいて、こちらのグリップ購入させていただきました。今回ですね、こちらの GoPro なんですけども、国内の正規で購入させていただきまして、国内正規のちょっとキャンペーンでこちらバッテリーチャージャーですね、こちらがセットになって購入できました。こちらの内容の方購入させていただきまして、これからこちらの GoPro ですね、ガンガン使っていきたいと思います。とりあえずですね、 GoPro の方にこちらの保護フィルム貼っていきたいと思います。ではですね、早速こちらフィルム貼ってきます。これね、付属のシートになります。で、こちらですね、フィルムになります。はい、今ですね、こちら表面貼り終わりました。はい、貼れました。はい、次にですね、こちらやっぱ GoPro って言ったらグリップが必要だと思いましたよ。開けていきたいと思います。はい、今回購入したこちらですね、付属品はこちらカメラをつける用のアタッチメントですね、こちらついているのと、あとこちらを止める用のアタッチメントですね、あとですね、こちら GoPro につけて取り付けるような品物になります。はい、今回ですね、一番良かったのはこちらです。チャージャーがついてきてくれたことですね。もともとこちらの GoPro1 個のバッテリーは入ってるんですけども、こちらのチャージャーがついてきたことによりバッテリーが2つになります。これだけでもかなり高額な商品になりますので、こちらがついてきてくれたことはとてもありがたいことになります。はい、今回ですね、こちらの GoPro を買ったことにより最低必要なですねアイテムを揃えてみました。これからですね、セットアップ通してですね、こちらの GoPro Hero 8使ってみたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回ですね、購入したアイテムについては概要欄の方にリンクを貼っときます。こちらの動画を見ていただいていいなと思った方、グッドボタンですね、押していただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、皆さん、それではバイバーイ。